おはようございます、たくまです。いやー、7月8月はウルサマがあったりとかで、ウルトラマンズライトのこともあったりしてね、ウルトラマンのね、楽しいことはね、もうたくさんありまして、で、気がついたら9月、間もなく10月なんてやってるうちにね、僕ね、この動画でね、ウルトラマンブレイザーのテレビ本編について全然語ってないなっていうことに気づいたんですよ。というわけで、ブレイザーのね、感想だったりとか思ったこと、考察とかもね、どんどん語っていこうと思いますよ。やっぱりね、注目したのはスパイラルバレードですね。スパイラルバレード被害者予想みたいな動画をね、1回上げたと思うんですけど、その時にね、間違えて上投げしちゃって、で、間違えました、下投げでしたみたいなことをやったんだけど、普通に上投げもあったね。普通に上投げもしてたじゃんと思って、そう、普通に上投げもしてたじゃんって思ったんだけど、それどころじゃなかったよね。そう、あれね、スパイラルバレード、あれなんだろう、偏見時代なんかいって思っちゃいましたけどね。いや、あれ素晴らしいですよね。ね、釣りにもなって、そう、あのね、釣り竿にしてさ、ゲイドスを釣り上げて、そこからやっつけたっていうのがあるじゃないですか。そう、あれがね、まさかゲントが釣り好きっていうね、伏線回収になるとはね、思いもしませんでしたね。で、そこですよ、そこもね、一個ね、僕は考察でずっと考えていたところですよ。そう、ブレイザーとゲントがどういう形で一心同体になっているのかっていうところ、そう、あそこがね、だんだん分かるようになってきましたね。どうやら、ブレイザーの力をゲントが受け取っている状態っていう感じなんですよね、どうやら。だからあれ何タイプって言うんだ、だから O50 タイプ、O50 タイプもちょっと違うのかな。そうだ、だから難しいな。ティガとかさ、 O50 のウルトラマンってさ、一心同体っていうんでさ、完全に力をもらってる状態じゃん。なんだけど、ブレイザーって一心同体になっている上で、ゲントが自由にブレイザーの力を使えてるみたいな感じがするんですよ。そう、だからまあいろいろね、共有型とか半共有型とかね、あとバトンタッチ型とかいろいろね、説明をね、過去にしているんですけど、これまたね、新しい一心同体の仕方なんじゃないかなって思うんですよね。そう、ブレイザーの意思があまりない。そうで、最近ね、ようやくね、なんかゲントの体をさ、勝手にブレイザーが使ってさ、安信の野菜ジュースを飲んだりとかさ、そういうのもしていたけど、そう、だからちょっとバトンタッチ型な嫌いもあるんだけど、なんだろうね、まあ、基本的にゲントが今自由にブレイザーの力を使っている状態なんですよね。で、これがね、多分、そう、だんだんそのブレイザーとの意思の疎通がだんだんできるようになってって、できるようになってって、2人の意思がある状態でブレイザーが戦うようになるっていうことが、パワーアップにつながるんじゃないかなっていう僕の予想なんですけど。ニジカガチとさ、戦った時にさ、新たな技、レインボーフォーリーが誕生したじゃないですか。あの誕生も良かったですね。ついにね、ブレイザーブレスのね、機能っていうか、ブレイザーの能力が分かってきたっていうか、ちょっとね、そのウルトラタイガーアクセサリーみたいな要素っていうかね、戦っている相手の能力っていうか、個性を自分の力にブレイザーストーンにして収めて、それを使うっていうね、こういうのがね、どんどん増えていくんだろうなっていう。でもね、なんか虹かがちのね、吹き出た虹を掴んでさ、それがブレイザーストーンになってさ、レインボーフォーリーが生み出すっていうかさ、なんかね、すごいブレイザーの能力、そのちょっとさ、前にちらっと言ったのが、ここの赤と青がさ、DNA のなんかイメージ画像みたいだねみたいな話をしててさ、なんかそういう要素なんじゃないかなって思いましたね。何かを生み出すことができる能力があるっていうね、この辺もね、今後楽しみだなって思いますね。今回はね、急遽撮ってみようと思って撮ったわけなんで、だいぶね、かいつまんで大雑把の要素しか触れてこれなかったんですけど、ね、それでもね、やっぱりブレイザーは面白いしね、どんどんね、考察していく幅も広がって、どんどん次の話がね、ブレイザー楽しみになってきているんで、次回もね、ちゃんとね、メモとかもね、ちゃんと用意して、ブレイザーのことをね、深くね、語っていきたいと思います。というわけで、緊急のブレイザー感想動画は以上となります。ありがとうございました。